世間では非常識だけど、家庭では常識なことは何ですか？まあ、自分が常識だと思ってるからあんま気づかないんですけど、よく言われるのは、トイレ開けっぱなしでします。はい。友達来ててもしちゃうかも。男の人来たらさすがに閉めるけど。はい。私、ママに彼氏いるんですけど、この間ママの彼氏に、ゆりまちゃん、ママのこの癖なんとかしてよってトイレ開けっぱなしで、ね、おしっこすること言われたんですけど、私も同じだから何も言えなくて、私もしますって言いました。ちなみに私がお付き合いしてた人は大体私に順応してくれて、最終的に彼氏も開けっぱなしでトイレするようになってました。はい。私とお付き合いしたらトイレ開けっぱでするようになっちゃいます。はい。外出先のトイレのトラブルは何かありますか？またトイレ以外の場所でしたことがある場合も教えてください。私よくトイレットペーパー挟んだまま尻尾みたいに歩くことがあって、しちゃう人いますか？はい。で、一回おしゃれなバーに男性と行っていて、すっごいいい雰囲気だったんですけど、で、そのバーもね、トイレットペーパーがすっごい可愛くて、確かトムとジェリーの絵柄が書いてあったんですよね。で、その時、短いスカート、お上品なスカート履いていて、トイレから出てきたら、紫式部の髪の毛みたいにトイレットペーパー引きずれて、トイレから出てきちゃったことがあって、本当に恥ずかしかったです。はい。はい。で、私、トイレ以外の場所でおしっこしちゃったことはあって、ノションですよね。しちゃったことあります。草生えてるところとか隠れてしちゃったこともあって、私実は24歳ぐらいの時、結構直近でもしちゃいました。バレたら怒られちゃいますね。はい、お酒飲んでて、ちょっとお家までどうしても我慢できなくてしちゃいました。はい、反省してます。はい。